まあ、あとアンプもね、また全然違うというか、はい、その例えばギターでさ、トランジスタアンプで、はい、すげえ支持を得てるのってさ、JCA くらい。そうですね。じゃん、言うて。まあ、すごいもうオールラウンドっていうかさ、もう世界的に広く。はい。まあ、なくはないんだけど、プロが使ってるすごいハイエンドなメーカーで、はい、トランジスタでっていうのはなくはないんだけど、はい、でも結局まあチューブが最強ってなってて、そうですね。で、まあ、JC ってのはこう頑丈さが売りで、はいはい、音が素晴らしいから JC が選ばれたのかっていうと、またちょっとそれだけではないというか、そうですね、メンテナンス性に優れるとか、価格が安いとか、総合的に見て JC ってバランスが素晴らしいよねってなって、はい、JC が使われてるって面もが大きいと思うんで、はいはい、まあ、だからそういう意味ではサウンドだけでこう市民権を得てるっていうのはやっぱりギターの中でやっぱチューブアンプが大きいのかなと思ってて、はい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 、でもこうベースの世界って全然トランジスタとかチューブとかあんまり関係ないというか、はい、トランジスタでもいいものはいいし、いいものはいいし、全然チューブだからいいとかってそういうわけでもないし、はい、っていう考えに割となってるから、はい、だからトランジスタが市民権得てんだよね。そうですね。マークベースとか。マークベースですね。あとなんだっけな。ハートキーとかもそうですか。ハートキーはどうだった？ハートキーはね、ハイエン、上の方は真空管も使って、あ、そうです。で、例えば、HA3500 とかさ、はいはい、あれはプリアンプ部にチューブ使ってて、はい、でそのチューブゲインとさ、トランジスタゲインって選べるじゃん、はい、そうですね。でそのチューブはチューブドライブの方がガッて上げると、そのプリアンプの方でチューブを使ってる、はいはい、で2500の方は、はい、それがチューブは使ってないんで、はいはい、チューブ風サウンドみたいな感じになったら、そこは使って、でもオールチューブアンプではない、はいはい、っていうので、あとはなんだっけな、 TC エレクトロニックとか、ああのすげえちっちゃいやつあるじゃん、はいはい、あそこら辺も結構ね、普通にトランジスタ、まあでもマークベースかな、マークベースで、マークベースがトランジスタであの小ささで、だけどめちゃめちゃいい音すんじゃん、しますね。マークベース使いこなせるようになったらどれぐらい幅広く使えるんだろう。あんまこう最近こう練習しているスタジオで見たことがあんまなくて、たまたま行きつけのところに1台あるかなぐらいなんですけど、あ、いい音出ますねあれ本当に。あ、特に自分のこいつとの相性が分かる、すげえ分かる。あれアクティブにはまるよね。アクティブにはまります。アクティブにすげえ向いてる音だと思う。マークベースはすげえ、もうだってあれ普通のジャズベ繋いだだけでもアクティブっぽい音になる。そうなんですよね。すごいよね。そうなんですよ。そう、すごくない、あれアクティブだ。そう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 普通のジャズベ繋いだだけなのにアクティブの音じゃないみたいな。アクティブじゃないっすね。すごいよね。だからアクティブの良さをさらに引き立てるっていうのも、マークベースすげえなと。ぐんぐん出してきます。ぐんぐんだよね。本当に。もうちょい使えるようになったらいいんですけど、でも、うん、なかなか最近置いてあるところ自分は見ないんです。そうだね。やっぱりなんだかんだ言って、どうだろう、偏見かもしれないですけど、あくまで自分が見てる限りだと、うん、アンペグかハートキーが置いてあるっていうイメージが強いですね、うんうん。なんか俺一回調べたんだよね。都内のリハスター、ノア、ゲートウェイ、ペンタ。ざっと調べたんだけど、はい、もうね 95% くらいアンペグ。ああ、はい。最近はアンペグの何でしょうね。いや、あのアンペグのあのでかいやつ。でかいやつですね。でね、あのよくある細長いやつあるじゃん、 SVT Pro 3っていう、はい、そう、はい、見たことあります。でもあれも少ない。ああ、そうなんですか。そうそう、あれもね、意外と少ないのよ、その大手、はいはい、置いてるとこは。だからほとんどがあのでかいアンペグ、はい、ガッツリヘッドゴーンって置いてある。ガッツリヘッドゴーンって置いてある。あのすげえ、もしかもあれ廃盤らしいよ。あれ廃盤なんですか。現行品じゃないんだって。でね、現行品はね、グライコがないの。あー、マジか。そう、
そういうことか。いや、なんかサウンドハウスに置いてあるはずだなって思ったんですよ。そう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 、確かにグライコー、そう、サウンドハウスにはね、グライコーがないバージョンが置いてあるの。あ、確か。それが現行品で、グライコーのやつは廃盤なの。ああ、そうなんですか。知らなかった、俺も知らなかったの。初耳ですわ。そう、廃盤なんだよあれ。マジか。うん、だからあれの名前で、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、あの、そのグライコンあるバージョンのやつの名前でパッと調べても、はい、検索かけても、はい、アンペグのホームページはヒットしないから。マジですか。そっか、知らなかった。そう、少なくともトップには出てこないから、はい、あ、もう少なくとも Now で売ってねえんだな。中古では売ってるかけど、はい、そうそう、現行品で新品で出してないんだなと思って結構びっくりしちゃった。だってよく考えたら JCM900 とかも廃盤だもんね。あ、そうですね。ね、マーシャル。あれもう廃盤なんだよね。そう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 。2000も廃盤だしね。あ、2000廃盤なんですか。じゃなかったかな。なんか廃盤になるって話を結構前に聞いたからね。本当ですか。ごめん、これ調べないとわかんない。なんか適当なこと言えないけど。結構いろいろとどんどんと変わってますね。そう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 。自身900が廃盤になった話は最近自分も聞いていて。あ、まあなんか廃盤になったけど新しくなって帰ってくるみたいな。ああ、リニューアル、うん、リニューアルされたんだね。はいはい。意外とだから今廃盤になったものをリハ、都内リハストでも普通に使ってる。そうです。ゲートウェイなんて全部あのアンペグ、あのヘッドだからね。あのでかいやつ、ゲートウェイも統一してるんですよ。マジっすか。ライブハウスだとまた違うね。はいはいはい。ライブハウスだとハートキー置いてるとこ多い。多いですね。あ、うん、自分もなんだかんだ言って最近出させていただいたライブハウスは結構ハートキーを置いてるところが多かったです。そう、ライブハウスはね、ベースアンプはまちまち、まちまちです。かなりマジでまちまちで、これはなんかこれはこれでめんどくせえなと思ったんだけど、はいはい、なんかベースはヘッド持ってった方がいいのかなみたいな感じに、はいはい、なっちゃうんだけど、たまに一回アンペグが置いてあるっていうのを事前に知ってライブハウス、そうなんだと思って、ライブリハーサルで普通に練習して音作りしていったら、うんうん、マジで見たことないアンペグが出てきて、うん、みたいな。いや、あのプロ3って言ったじゃないですか、うん、もうあれとも違うんですよ。なんだこのつまみはみたいな感じの。4プロじゃなくて、だから2段か3段くらいあるんですよ。いや、違います。あの、普通に、形、外枠的には、うん、どこにも置いてある、アンペグみたいな感じなんですけど、うん、多分、型番はあれより古いヴィンテージ感がある。シルバー？あ、そうですね。あー、あれね。はいはいはい。あの、ヴィンテージ風のモデルだ。確かに確かに。はい、もう、ってなっちゃって、うんうんうん、めっちゃテンパりましたよ。あれテンパるね。もういろんなところにまちまちのアンプが置いてあるんで、その都度その都度もう調整ですね。そうなんだよね。いや、アンプで音変わるってみんな分かってんのにさ、なんかベースアンプだけどこ行っても違うものが出てくるからさ。でもさ、アンプヘッドのね、そのいいところっていうか、そのさっき言ったけどトランジスタがさ、はい、意外と市民権やってるって話したじゃん。はい。で、よくアンプのこうパワーアンプの回路の話なんだけど、まあ、クラス A とか、はい、はい、クラス D とか D とかあるじゃん。ありますね。で、そのクラス AB とかなんかあるんだけど、それはちょっと俺あんま詳しくないんだけど、クラス AB は聞いたことないです。で、クラス A っていうのは、まあ、いわゆるフルチューブ、フルチューブ、完全にフルチューブ、だからその分でかくて重くて、はい、値段も張る、バンバン、その代わり音は最強、はい、って言われてる。まああれ、まあいわゆるあれですよ。で、クラス D、クラス D っていうのは、はい、デジタルのデジタルの D、ね、そう、デジタルの D なので、まあ、だからすごいコストも安く、はい、で、パワーアンプ部分がまあデジタルで使ってるんで、はい、小型化にも成功しましたっていうタイプ、はい、こう、これくらいのタイプ、ね、そうそう。で、最近このクラス D っていうのがすごい増えてて、はい、で、なんだけど、よく出てるのがすげえちっちゃくてさ、はい、で、200ワットとか、はい、っていうのがあるじゃん。で、ギターをやってると200ワットの出力やべえな、十分じゃねってなって、はい、で、俺も友達のベーシストが使ってるの、はい、
触らせてもらったんだけど、もう200じゃ全然ダメなのよ。無理ですよ、絶対無理です。いわゆるヘッドルームだよね。はい、こうだからもう音のさ、なんていうの、容量というかさ、はい、なんて言えばいいんだろうね、ヘッドルームっていう言い方をね、もっと分かりやすく言うとね、こう音の密度の容量というかさ、なんか、はい、例えばさ、ミドルはすげー出てる状態で、はい、ミドルだけコンコンとしちゃってるから、じゃあこのニュアンスを保ったまま低音足そうって言ってボーン、はいはい、っていうのがその 200W っていう出力のヘッドルームだとできないね。できない。つまりあのお互いを潰し合っちゃうんだよね。はい、だからもう例えばハイをグンって上げたらもうハイの音しかしなくなっちゃう、はい、他が下がっちゃうのね。そうですよね。だから他の EQ の状態をキープできないまま、そう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 、下がっちゃって、この状態からこれだけ上げるじゃないんですよ、ね、そう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 、これ上げたら、そう他が、そう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 、本当にそうそう本当に。それでだから 200W のすげえミニアンプヘッドみたいなの使った時にもうローが全然、はい、俺たちの知ってるベースのローじゃない、はい、全然もうどこまで出てんの、なんか200くらいしか出てないんじゃない、ね、出てないんじゃない、 200Hz くらいしか。いや、ね、この苦労マジ他の楽器の人マジ分かってほしい、マジ分かってほしい、マジ分かってほしい、ほんとに。だからあのよくさ、あのアギュラーとかフェンダーとかもそうなんだけど、そのクラス D のアンプヘッド出して、で300W タイプ、一番容量が低くて安いちっちゃいやつ、はい、で 500W タイプってある。で、俺どっち買った方がいいかって言ったら、俺絶対500の方買った方がいいって言って押す。これは300の方が持ち運びやすいし小さいし安いんだけど、さっき言ったような EQ のこういう状態が起きちゃうから、そういう意味では 500W の方がまだ 1.5 倍 2倍近くヘッドアンプの容量があるわけさ、はいはい、まあ、ヘッドアンプじゃない、ヘッドルームの容量があるから、はいはい、まだ音作りしやすいはず、はい、多少は多少は。それでもやっぱこうなってくるからいや、これはね、悪くないんだけど、そのフルチューブのアンプみたいな、すごい大容量のね、低音もすげえ上げて、ハイもすげえ上げて、ミッドもすげえ上げて、全部がいい感じに上がってるっていう状態を再現するんだったら、正直クラス D であれば、やっぱ1000から2000欲しい。それも超超大容量の、大容量のクラス D だとそれくらいないときつい。あれなんですよね、確か3種類ぐらいに解別した人がいたんですよ、うんうんうん、そのクラス A、クラス D とかだと思うんですけど、うんうん、フルチューブが1種類目、うん、2種類目がプリチューブ、うんうんうん、で3種類目がトランジスタっていうふうに、まあ、3つに大きく分けた、うんうん、でトランジスタで正直ライブハウス持ち込んで、それこそそこそこの人数入るライブハウスで鳴らしたいっていうんだったら、それなりのワット数は覚悟しておきなさいよっていう、ね、やっぱ同じワット数でも、うん、あのオールトランジスタ、まあ、トランジスタの方と、うんうんうん、それかフルじゃなかったとしてもプリチューブと、うん、もうこちらの比較をしただけでも、もう同じワット数でもその体感するデシベル数がもう雲泥の差だったんです、ね、うん、そうだね、そうだね、そこはもう完全にもう要相談、自分との要相談になってくると思うんですよ。だ音色の部分で言えばクラス D のベースアンプすごい優秀でかっこいい音するんだけどね、そこがもう、だからそのアンプ選びの時にそれを気をつけてほしいというか、気をつけた方がいいなって俺は個人的にはすごい思ってる、はい、200とか150とか300とかはちょっと危険、危険ですね。だから俺はもしやるならやっぱ絶対500は最低でも欲しいし、うん、もうちょっと上選んでもいいかなと思う。ただもう最近ベースアンプはどんどんねクラス D アンプが増えてきてるから、はい、まあ、やっぱみんな700とかじゃん普通に。そうですね、あの TC のやつとかもそうね、はい、700とかで出てるし、もう最初ちょっとヘッド欲しいなって思った時に迷ったのがもうトーンハンマー、アギラのトーンハンマーの500か750か、もうその2つに迷ってました。そうだね、そうだね、そうだね、それくらいじゃないと本来のベースのいい感じの音を鳴らすのはちょっとね、ライブハウスとかリハーサルでは難しいよなっていう、ね、結局やっぱ話して思ったんですけど、うん、ベースってこうコンパクトエフェクターをポンポンポンってつないでってカスタムして音できるっていうよりは、うん、本当に大きい部分のパーツをコンコンコンって変えることによって、うん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 、
全体的にこういう音が出ますよって揃えられるんですよね。確かに確かに、そう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 。でもギターとベースはね、結構根本から違ってくるんだよね。違ってきますね。なんだかんだ言って。これ不思議なんだよね。難しいんですよ。結構ギターリストの感覚から、うん、こう、こうしてくれないかなって言われたとしても、うんうん、めっちゃ気持ちはわかるけど、いやこれはできるかって思う時は全然やっぱあります。難しいですよ、本当に。もう本当に自分昔は結構もうなんだろう、音作りに関してもうちんぷんかんぷん知識ない人間だったんで全然気にしなかったんですけど、やっぱこうやってバンドを進めていくについてやっぱそういうとこ気にしないというか、ましてや最近はちょっと、ね、あの他のプロジェクトがあるので、うん、実はご無沙汰してるんですけど、うん、こう動画、演奏動画上げている時とかも、うん、やっぱレコーディングするってなった時も待機のことはやっぱり一考えましたし、うん、まあタクロクは俺そんな気にしなくていいっすよ。タクロクはタクロクは大丈夫です、うん、あのミックスでかなり変わっちゃうの変わっちゃう、うん、だから自分の中の最高、自分の好きを 100% 出してくれたら結構それでいい感じになるかなと思って、うん、結構卓録だったら結構自分の出せるベースのベース、うんうんうん、演奏してる側で出せるものとその編集でできる部分との兼ね合いで結構折り合いつけていいものができるとは思うんですけど、ベースは奥が深いんだ、本当に深いんですよ。いやマジ、俺もやっぱギターもベースもドラムもさ、歌もやってで、DTM もやっていろいろやってきてはいるけど、はい、本当奥深さっていう面だけに限れば間違いなくベースがトップクラスに深いよ。はい、本当に、うん、やること考えること多すぎ、なんだろう、こう本当に結構いろんなところで目標を立てて、うん、その都度その都度いろいろなことを課題立てて、うん、前進めるようにはやってるんですけれども、ベース、それでもなんか常に一寸先は闇みたいな感覚は全然ありますから、本当にいつになったらこう自分のこの欲しいものが出てくるんだろうと、着実に進んでる感覚はあるんですよ。それでもなんかこう空を掴むみたいな、こういう感じのこの感覚は多分ベースは随一です。そうそう、だから他の楽器が浅いとかじゃなくて、違うんです、ベースが深すぎるのよ。そうだ、もう性質が違うんですよ。ベースは深海だからね。深海、本当に、うん、深海の中の真珠を見つけるような話で、そんな感じですよ。他の人たちの見えてる海の底とはまたさらに奥に、違う、深淵だからね。なんかもうマリアナ海溝、そうそうそう、進んでる感じの完全な闇みたいな、そこにまで行けるっていう意味ではやっぱほんとベースって一番マニアックな楽器だよなとは思う。自分で自分のことを言うつもりはないんですけれども、なんか本当にベースってオタッキーな人間であればあるほど詰められるなっていう、本当にそういう人種がかなりこうオタッキーというか、こう一つのことに熱中する、ね、もしくは何かいろいろ考える、そういうことが得意な人であれば、うん、もうこれほど面白い楽器はないな。そうだね、毎回ほんとに毎日学ばさせていただいてるって感じですね。ほんとにこれを聞いた人何言ってるか全然わからない、置いてけぼりの話まあもう1時、11時から待ってもう3時間20分ぐらいですよね。